これここにレミヒラノと書いてありますが、そうレミさんの真ん中なんですか。そう、うんうん、これね、はい、どこがね、はい、いいかって言うとさ、はい、ふにゃふにゃのほらほらふにゃふにゃ、それでね、あのしかもさ、ネギ切るじゃないですか。で今日はセロリだけどもさ、はい、ネギ切った時にさ、はい、ペローンとつながるじゃない、あの最後になんとなくそれ絶対ないの、最後までそこまできちっとのが切れるの、どうしてかというと柔らかいから、うん、いいよこれはすごくいいよ。でこれはこうやってね切って、これもうこういうのナイフももしかしてレミさんの、そうよこれ、そうよ、うん、これも切れるよ、すごい。これこれさ手作りでこうにねやったんだって、ずっと掘ってって、つな何ここにあのネギやさ、うん、そう大根とかさね、くっつかないようにね、葉っぱまで今日は使うから、そう葉っぱまでね、うんうん、よし小さいサイズもあるんですね。そうそう、ちっちゃい、だからこうやってニンニクをさね切ったりとか、うん、これネギがつながんないからすごくいいのね。そんなところかな。ありがとうございます。はい、はい、じゃあやりますよ。はい、やります。はい。じゃあまずここにオリーブオイル入れますね。はい。そしたらここに冷たいうちにさ、このね、はい、うん、そうそう、ニンニクとかさ、生姜入れちゃってさ、はい、あの香りをね、あの移すの。移す。オリーブの方にね。はい、でこれなんだかしてるこれさ、これね、とってもヘラトングってさ、とってもヘラトングなのこれ。いいでしょ。これ誰考えたこれ。レミさん。そう、私考えちゃった。買ったでしょ。そしたらここにこのね、とんがらしもね、こうやって切っても種ごと中に、そうそう入れる。それでこうやってやってやって、あのちょっとあの香りがねオリーブの方に出てきたらば、玉ねぎ入れちゃう。バッね。でこれも炒める。でこれはこの玉ねぎが人格が変わるまで、甘い甘いあのいい子になるまでよくここであの炒めるね。これがポイントはな。そう、これポイント。どんどん様子が変わっていくんですか、ね、そうそう、うん。だってこのさ、はい、あの辛い玉ねぎが火通すことによって甘い人になっちゃうからね、うん、だから人間もさ、ね、そういうさ辛くて苦いような人がさ火通すと甘くなっちゃったらいいんだけどね、そういうわけにいかないけどもう本当にこれ甘くなりますね。こうしてね、じゃあしばらく5分ぐらい炒めます。はい、炒めますね、これね、はい、じゃあその間にあのこの下味をくっつけます。これそう、鶏にね、でまずこうね塩入れるでしょ、ちょっとね、はい、で塩で味入れて、であとねクミン、これねあのシミンじゃなくてねクミンとこう入れるのね。それでこれで オリーブ油、そしたらさこれをさ、これ私いつもさ電話かかって、うち電話いっぱい入ってくるからさ、このままって、あもしもし、あどうも、しばらくね今カレー作ってるの、ちょっと待っててねなんて言いながらできるから、だからこうやってね、手がベタベタにならないようにこうやってやるの。それでこれこの中に入れちゃって、はい、このままもう一度つんのね、はい、こうしてね、こうしてで、まあこれで10分間ぐらい置きますね、はい、こうしてこの鶏